マリニンさん、どうもです。フィリア、あそうだワンピース・オン・ワイス、えー、見れるとしたら、FOD だと思うよ。ライブ観戦の後、主催が、小田栄一郎、えー、富士テレビ、東映アニメーションってスクリーンに名示をされていたから。もしかしたら、名古屋公演終わってからだろうけども、えー、ブルーレイが売り出されると思う。表情では、初めての試みだし、えー、そう簡単には再演もないだろうから。うん。なるほど。FOD の可能性があるということですか。 うん、ちょっとね待って待っていきたいと思います。えー、チャーキさんどうもです。かぶくんびっくり。私も見に行ってきましたよ。なんでなのかしら。楽しすぎて。ね。なんか僕が結構いろんなところで登場してるんですよね。うん。どういうシステムになってるんだろう BNF フラッキーさん、どうもです。日本スケレンのサイトのフィギュアの大会の結果のえ、地方競技会の福岡のページから、北九州オープンフィギュアスケート競技会、8月20日から22日の大会成績で、シニア女子の上位3人の成績を紹介します。1位、河辺愛菜、中京大学、188.70、ショート70.40、フリーが118.30、2位が長見、 千代のさんでしょうかね。ノートルダム、精神女子大学。うん。140.66。ショート47.12。フリーが93.54。3位が江口選手ですね。えー、つくし、女学園大学。 117.81で、ショート34.75、フリーが83.06、出場選手7輪で有力選手不在とはいえ、マ、ま、ナちゃんの優勝です。長見さんと江口さんは原産サマーカップで、それぞれ29位と28位でフリーには進めませんでした。うん、各地方大会の採点表は、日本スケレンのフィギュアの大会の結果のページで見ることができます。うん、で、この大会、実は FOD で見ることができますね。 うん、今ですね、僕は東京下記の方をちょっと見てますので、あの、それ終わった後にこの大会もちょっと確認をしていきたいと思います。そして、いよいよ、まもなくですね、えー、ジュニアグランプリの方が始まっていきますね。うん。宮様、どうもです。こんにちは、宮です。クリムキンイーグルも昨日上がったトヨタ車の、トヨタ、 トヨタ様の動画の中に、ぐにゃりと負ける様子が映っていて、ほう、陸上でもこんなに、早速家で真似してみましたが、やばいやばい。これは腰が水平になるまでは曲がりませんでしたが、とても手が床にはつかないわ。うん、難しいわ。あまりにやったらぎっくり腰になったり、筋肉痛が怖いから、やっぱり見るだけに。うん、小さい時に、中学生くらいまではブリッジはできたけれど、今はちょっと無理かも。固く体が がなる前に、うん、習得したりやり続けるのも大変かもですねまさに柔軟性を上げる維持するにもぴったりだわ体はフィギュアスケートはあの柔らかい方だったりあ方が良かったりとかバレエやピラティスも、えー、大切ですよね一つ一つのポーズや体の動かし方や曲に合った動きや緩急の付け方や自分らしい個性なども含めてみんな違うからまた面白かったり深いなと思ったりも うん、また、ワンピースですが、えー、コメントを開催前からや、あの最初のゲネプロリハーサル、最初見たのが、えー、写真で2枚くらい、写真写りしかわかんなかった時は、正直、うーん、確かにルフィだけど、衣装の他の方々は、えー、素敵だったり、うん、評判がいいのになぜ、えー、パッと見、 何もワンピースのことを知らないからこそパッと見は、ちょっと待った、もう少し生地の見た目、素材感や、えパンツの長さえ、全体バランス、またタイツ、ダボッと見えたのは確か、うん、私は翔馬くんが大好きだからもう少しと正直、えー、感じてしまいました、うんえー。知らないからこそ見たままの第一印象ですよ。私だって、は可愛い、素敵、いいわと言いたいですよ。 うん。期待とちょっと違ったから、え思ったまま罪が隠さず、えー、忖度なしにコメントをしました。アニメのパンツの長さが、え靴下だったり、妙にえ膝小僧が見える長さだったりとあり、またスケートで膝をついたりもあるから、長さを調節しているかもいや色々ありますが、第一印象ってやはりエンターテイメントではかなり重要かと。うん。どうやら、え思ったのは私だけではなかったみたいで、ネットやブロガー様も正直にとあったから、 感じ方は、感じたみたいでしたよ。うん。感じた方ですね。で、感想には、人により、またアニメ知ってるか知らないかで違うかもですね。うん。私も FOD 見たら少し違ってきたから。でも、衣装はまだ正直もう少し頑張れるので、あと同じデザインでも違うかも。うん。でも、その後、えー、動く動画を見たり、いろいろアニメを見たり、またコメントで、 他の方から教えてもらったり、そうしていたら横浜公園がちらっと上がったりで、たくさん集会からも様子が見えてきた辺りから見方も変わってきましたよ。 うん。それでも、えー、お塩を追ってコメントも変わったのをずっと書いてきましたよ。えー、カブさんとも、えー、やはり本番はライトが暗くなったり、レザーや、えープロジャ、プロダクションマッピングもあるから、会場で見,え見たら違って見えるかもや、うん。ルフィも表した辺や、まだお話の最初の頃だから、服装も前も締めたり、えー、ノースリーブだったり、えー、サッシュを巻いてなかったりも、えー、知れば知るほど面白くなったのでコメントもしてきましたよ。うん。それでも、最近ブロガーさんを見に行ったら、やはり 以上の素材をもう少し安く見れるから、変えたらもう少し良くなるや、タイツが大きいからもう少し変えてもらったらいいよなど、より少しよくアドバイスみたいなものもあったから、あやはり同じように感じた方がいたのねと思いました。うん。それはワンピースをほとんど99.99%知らないかもですが、今ま本編の薄晴らしさや、やっぱりルフィそのものの、えー、ショーマルフィすごいなども返ってきましたが、 うん、やはり見ないと分かんないかもだから、名古屋公園に、うん、10日後に行くから、また見たらコメントしますね。見る前にコメントをしたかったらよかったですね。今後はそうしますね。不快に感じた方もいたからもだから気をつけますね。うん。あの、今後、皆様の、えっと、生コメント、生感想コメント、楽しみにしておりますね。うん。ね。うん。さまざまなね、感想がありますからね。うん。あの、第一印象は、プロの世界第一ですよね。確かに。うん。 アクアマリンさん、よろしくお願いします。早くも、ジュニアグランプリ大会、タイ大会が始まります。ね。うん。仮想順も出て、中江さんはラスボス。うん。高木さんは第三グループ。うん。中江さんね、あの、ちょっと日下の時はちょっとミスがあったんで、ちょっと気にしてます。あの、気になってますね、僕今。うん。で、韓国のキムユソン、ユジェの双子の妹でトリプルアクセルを飛ぶは、ジュニアグランプリデビューで、選考会では、 184.85。ハンキスは、184.34。うん。アメリカの、アニカ・チャオは、シニ、あ、ジュニアデビューで、先行会では、176.43。四三、金重さん対は、先週アジアオープン、133.06。うん。えー、さっき、えー、全家ジュニア優勝した、ヘティーシなどが出場と、うん。このね、先行会ね、探したんですけど、なかったんですよね。 ちょっとあの、もう一回頑張って探していきますね。もうないのかな、多分ね。男子はストー君が一番滑走なんだ。うん。民家も同じグループ。ちなみに民家は選考会では218.77。うん。中田君は第3グループ。アメリカの選考会で1199.10だったのは、えー、 マイケル・シエ選手。マイケル・シエさん。うん。さっき、プランタンハイ優勝した、ジェイコブ・サンチェス。え、そして、さっき、世界中に投げ出てきた、あの、フランスの、フランス・ワ・ピトー。うん。え、先週、アジアオープン優勝した、台湾の、ユー・シャン・リー。え、さっき、全科ジュニアで、2位で、かわいい、グレイソン・ロング。うん。日系の、リオ・モリタくんなどが出場します。うん。 はぁ、あ、ってことですね。多分ね、名前はちょっとわかんない選手多いんですが、多分見たことあると思うんですよね。うん。でも、あの、ちょっとまた確認していきたいと思いますね。アイスタンスの優勝候補は、さっき、世界ジュニアの、えー、5位の、ネストマルケロフと、えー、さっき、ジュニアグランプリファイナル6位の、世界ジュニア6位の、フランジフルーノ、フルーノーか。うん。選手が出るということらしいですね。そっか。アイスタンスもペアもあるから、かなり長丁場,場になりますね。 うん。あの、おそらくすべてのね、あの動画を見るためにちょっと時間かかっちゃうと思うんですけども、まあ、一つずつ見ていきたいと思います。何せ長いですからね、特に女子のジュニアのシングルがかなりいた気がするんで、うん。もうこれはね、あの、ちょっとゆっくりやっていきたいと思います。まあ、多分今回全部メモは取んないかな。うん。さすがに疲れちゃうんで、まあ、あの、何回か演技を見て、あの、ね、感想とかも話しつつね、うん。無理しないで、ちょっと見ていきたいと思いますよ。うん。 えー、マルディンさん、フィギュア、えー、トヨタサマーキャンプを見ました。あ、嘘、これを見なきゃいけない。これを見るんだ、僕、そういえばね。ショマくん、ちゃんとアドバイス先生をしていたね。うん。ショマくん、いつきくんが弟にいたり、マリンちゃんとの初めての出会いの印象も、ボールで遊んでくれるお兄ちゃんって言ってた。ああなるほど。話すスピードもゆっくりで。えー、短くも的確なアドバイスを送ってたよ。やっぱりスポーツをやっている子供の参加が多かったから、みんな楽しかったと思ったよ。 うん、今回は、トヨタ社員の家族だったけど、えー、来年は一般参加で行うそうです、うん。スポーツをしている子供に楽しいサマーキャンプになること間違いないね、ということなんですねあ。この動画もまだ見てないですね。僕ちょっとね、あの、一つずつ確認していきたいと思います。うん、はい、ということで、マリンちゃんとは、あの、ボールで遊んでくれるお兄ちゃんなるほど、うん。天丸様どうもです。こんばんは。ステファン大日ですね。 うん。荒川さんたちとおなじみのメンバー。そして天使まえちゃん。宮原さんは後から合流かなうん。宮原さん、スイスでステファンと滑る機会が増えて芸術性がすくすくと立派なプロスケーターに成長してますよね。うん。あの、宮原さんは話によると、あの、昨日ね、ジャパンオープンの振り付けの時を、振り付けをステファンにお願いしたんじゃないかなっていう話が出てますよね。なので、あの、シンプロが、 あのステファンが振り付けたシンプルかちょっとわかんないんですがあのジャパンオープンでそれが垣間見れる可能性があるということですよね、うん。楽しみですね。できればアイスタンスとかにも出てほてしいなって思うんですけどもね。うん えー、マルディンさん、えー、フィリア、えー、シャマ君の足首の可動域が広いら、柔らかいは、ジャンプにはあまり良くないああー、なるほど、なるほど。うん。ネミン先生の話では、シャマ君の足首はもともと緩みやすいんだって。よく裏方チャンネルで、シャマ君のマッサージを、えー、見せてくれるじゃないそこで、まだ釣りの日とかに、エキシビとかで、またジャンプを飛びようだときは、足首をあまり緩めすぎちゃいけないとか言いながら、手術を、あ、手術をしていた。 うん、やっぱり、デミル先生の手は、ゴッドハンドですね、えー。筋肉や筋を緩めすぎず、硬すぎず、これぞ調整ですね。すごいね。うん。ああ、なんかやっぱりでも足首が柔らかすぎると逆によくなかったりもあるんですね。なるほど。うんこという、まあ、ことらしいですよ。うん。でもそれもあって、スケート靴のやっぱりね、えー、とかもやっぱ関係出てくるんでしょうかね。うん。なるほど。僕はね、逆に足首が硬いので、 うん、なるほどなって思いました。うん、実はね、真央ちゃんの足首もすごい柔らかいんですよ。なので、あの本当に自由自在に足首が曲がるんですよ、真央ちゃん確か。うん。なんかステップシークエンスとかも、真央ちゃんのステップ、なんかひああの膝が足首が柔らかいんで、あのブラケットっていうターンとかも器用にできるんですよね。うん えー、ジミー・デイさん、よろしくお願いします。えー、振ー付け師の、三宅先生の、えー、表現の話。本当は、強く動きたいけど、ここは我慢して柔らかく動く。うん。というのが、よくわかんなかったけど、えか、ー、さんの、表現をしたいけど、ないようなっていう言葉がすごく不意に落ちました。さすが表現者です。うん。そういえば、高橋瀬名君って、鍵山君や、翔馬君に憧れている選手じゃないですかうん。やっぱ、あの線なのか。 うん、高橋選手ね。狩山君や小学に憧れてるんですね。なるほど。うん、ちょっとね、あの,この、この男の子、光るものがね、ありますね。うん、で、三宅先生の話、なるほど、うん。なんかね、そういう感じですね。あの、なんとなく、ちょっと言葉で表したいんだけど、こう動きたいんだけど我慢してや柔らかく動く。ああ、でもあ、そういうことなんだ。なるほど。うん えかわりんさん、よろしくお願いします。かぶくんがなぜか登場って笑ってしまった。すっかり有名人ですね。なんか、あの、いろんなところにね、登場してるらしいですよ、僕なんか。まあ、AI、AI の中で登場してるんで。ね、まあ、さっきも言いましたけど、一体どうやって動画を作ってるんでしょうかね。うん。多分、あの、これは AI だから、あの、画像とかを選ぶときなんかも AI が全部画像を選んでるんでしょうかね。ね、そのからくりが気になりますね。 うん、えー、ってこと、アップロードが全部まさか AI なのかなすごい時代ですね、今ね。うん、BNA ホラークさんどうもです、えー。24日からいよいよジュニアグランプリシリーズが始まります。枝刈りりちゃんは11番滑走、中井亜美ちゃんは最終滑走の31番滑走です。うん、楽しみですね。あの、どうなんでしょうかね。中井さんね。 気になりますね。あの、高木さんもですけどもね。高木さんは昨シーズンと、えー、ショート同じだったかな、確かね。中井さんは、えー、ベビーゴッドブレスユー、ショート。うん。あ、そして皆様から速報を込めてですね。宇野昌磨選手、スペシャルライブイベント、こちらの URL も届いていました。携帯に。うん。しかし、29日火曜日は仕事だわ。 ええー、なぜ ?13 時半からと16時からの2回あり、各1時間くらいトークありで、司会は、おー田中圭司くんだわ。うん。これは嬉しいな。リアルライブに当たった方が羨ましいな。えー、水野さんの例の受注生産、ショーマン、えー、コラボグッド第六弾を、えー、購入された方に URL が。うん。ようやく、えー、トークイベントがありますよ。よかったわ。えー、アーカイブがあって、アーカイブ用の URL も来ていました。うん。 そして、えー、スペシャルゲストも来るみたいで、誰かしら、ケイジ君が、えー、来たならば、ですね、えー、宮原すと子ちゃんとか、声優またかあのあ、または、ですね、まさかあしたまおちゃん、願望が。 やはり、友野くんかな今ならですね、村くんも当日の楽しみですね。やはり、エマちゃんかも、癒されるからファンも喜ぶわ。まさかのステファン先生もあるかなお知らせまで。え、なみな様は、生翔ょうくんに会えるなんて羨ましいです。え、コメントも超楽しみです。うん、いよいよ迫りましたね。え、会場に入ってからドキドキしますね。いいな、うん。 はい、ということで、これは宇野選手の生ライブがあるということらしいですね。えっと、これは、えっと、あ、29日火曜日ですね。13時半からと16時からね。これに並々様が参加されるということでしょうかね。うん。はい。ということでございます。で、えっと、ゲストにもね、おそらく誰か来るということらしいですね。はい。ということでございます。うん。